から秋まで楽しめる定番のお花ジニアで切り戻し肥料土の違いについて実験してみたいと思います。買ってきたのは3号ポットのジニアプロフュージョン、これはコーラルピンクっていう色です。それを6株買ってきました。同じものを6株買ってきました。そして7号のスリット鉢です。これに1個ずつ植えていきます。まず土は2チームに分けます。片方は赤玉中心の培養土、あとは腐葉土、軽石、硬質鹿沼などが入ってます。肥料も入ってます。もう一つはピートモスとかココピート、バーク堆肥中心のふわふわの土です。こっちも肥料は入ってます。まずは普通に植えていきます。まずこの3つは同じ土です。赤玉中心の培養土、ジニアうどんこ病にもなりやすいのでベニカ X ガードを最初に混ぜておきます。これは全部に混ぜます。ちょっと下の根っこだけほぐして植えます。ベニカ X ガードはこっちにも全部入れます。まず1番が植えっぱなしで赤玉中心の土、このまま切り戻しも肥料もあげません。1番、そして2番目が赤玉中心の土で切り戻しはやります。3番目赤玉中心の土で切り戻して肥料を追肥します。次4番目が植えっぱなしでピートモス、ココピート中心の土、次5番目ピートモス、ココピート中心の土です。これは切り戻します。最後6番目、これは切り戻して追肥します。ピートモス、ココピート中心の土です。5月28日からスタートです。
実験っていうと本当は1番10鉢、2番10鉢とか10鉢ずつぐらいしないと個体差があるので、はっきりした結果は得られないと思うんですけど、ちょっと気楽な感じで見てもらえると嬉しいです。もうすでにちょっと差があります。多分肥料の効き具合やと思うんですけど、少しこっちの方が成長早いです。個体差もあるのでなかなかこの2つ比べただけではわからないですけど、全体的にこっちの土の方が成長が早いです。肥料が溶けるのが早いのかもしれないです。肥料の溶ける速度によって成長の速度もちょっと違うと思います。土によってだいぶ差が出ました。ここまで一緒の土、こっちの3つが一緒の土、ピートモス、メインの土、水持ちのいい土です。1番で2番、1ヶ月半ぐらい経ったので切り戻ししたいと思います。結構ね、フラフラ、株はフラフラしてます。大雨が降ったら割れそうな感じ。下10センチぐらいまで切り戻します。茶色い葉っぱ取って、2番は切り戻しだけなのでこれで OK です。次3番、3番も結構フラフラしてます。株がフラフラしてます。これも切り戻します。これはね、下に葉っぱがなかったので葉っぱゼロになってしまいました。ここから復活できるかやってみます。これは切り戻しして追肥する鉢なのでプロミック1株なので3畳ぐらいにしときます。次、これはピートモスメインの土、これもまあフラフラはしてます。でもこの4番はこのまま植えっぱなし。そしてこれが5番、5番は切り戻しします。5番は切り戻しのみ。6番、6番は切り戻しして肥料を与えます。トランは全部に与えます。
乾いたら液肥をあげようと思います。追肥した方、切り戻して追肥した方が長雨で枯れてしまいました。追肥してない方は新しい芽が出てきました。こっちの土も花のこの株のボリュームは全然違うんですけど、花の色はこっちの土の方が濃いです。株の大きさはこんなに違います。でもね、こっちは赤玉中心の土なので、一日中日が当たるところに置いているので、夕方水枯れしていることが多いです。こっちはピートモスメインの土なので、一日置いておいても水枯れはしないです。葉っぱの量も違うのでちょっと一概に言えないですけど、土の水持ちはやっぱりピートモスメインの土の方がいいです。こっちは葉っぱの量も多いし水はけのいい土なので水が1日持たないという感じです。ピートモスメインの方も肥料を足した方は枯れてしまいました。肥料を足さなかった方の方が綺麗に復活してきてます。切り戻して肥料をあげた後のずっと長雨だったので気候にもよるかもしれないです。でも見事に肥料をあげた方が枯れました。こっちは結構こうやって夕方には水が足りなくなってきます。ピートモスメインの土の方はカラカラになっても一日お水やり持ちます。朝あげると一日葉っぱは持ってくれます。切り戻した方も葉っぱが出てきて、こっちは花も咲いてきました。でもちょっとやっぱり今肌荷が出てます。肌荷がついているのでまた消毒したいと思います。赤玉中心の土でも、葉っぱが少ないのでこちらは夕方まで水が持ちます。こっちもこれは毎日あげなくても大丈夫なぐらい水持ちがいいです。少し涼しくなったので花が咲いてきました。植えっぱなしの一番はもうね、結構下が汚いです。でも種が落ちて何個か出てます。これも少し涼しくなってまた花が上がってきました。下から見るとめっちゃ汚いですけど、上から見ると意外と綺麗です。でもね、この2番の花の大きさと比べると少し小さいです。これはピートモスメインの土の方です。比
較的コンパクトなまま育ってます。そして種も落ちてます。少し涼しくなってこっちも花が上がってきました。大きさの差は多分肥料の効きの違いかなと思います。ここからもう一度カットして肥料で復活できないかどうかやってみます。鉢の大きさぐらいでカットしておきます。切り口はグリーンでしっかりしてます。4番の方も同じようにカットします。こっちは下まで葉っぱがあるのでまだ復活しやすいと思います。茶色い葉っぱも取って掃除しておきます。1番と4番オルトランとこっちにもオルトランを入れておきます。そしてプロミックはこっち2つに入れておきます。8月下旬なのでちょっとまだ暑い日が多いんですけど、今まで植えっぱなしで切り戻しもしてなかった2つにオルトランと追肥してみました。一度切り戻してた方はオルトランだけ入れました。カットから4日経ちました。すごい見づらいんですけど、少しずつちっちゃな葉っぱが脇芽出てきてます。少し葉っぱが残ってた方はこっちはやっぱり復活が早そうです。内側から結構葉っぱが脇芽が出てきてます。落ちた種もちょっと大きくなってます。追肥なしでもここまで咲いてくれてます。葉っぱはでもねちょっと汚いです。これも切り戻しだけ、肥料は与えてません。かなり復活してつぼみがいっぱい上がってきてます。赤玉中心の土、液肥は2回ぐらい与えました。こっちがピートモス中心の土、ちょっと遅れてるけどこっちも花芽がつきかけてます。小さな花芽がついてきてます。こぼれ種が落ちていっぱい下から出てきてます。これもこぼれ種で育った株、これもこぼれ種で咲きそうな株です。元肥だけの株です。
葉は汚くてちょっと下がスカスカですけど、お花は綺麗に咲いてます。育ち方は元日によるサーだと思います。綺麗に復活しました。丈も20センチぐらいでこんもり咲いてます。すごい茎もしっかりしてて肥料もよく効いてる感じです。こっちもつぼみがたくさんあるのでこれから咲いてくると思います。これはちょっと葉っぱがだいぶ汚くなりました。花は濃くて綺麗なんですけど中がよく見えてます。高さは40センチぐらい伸びて咲いてます。こっちはこれも高さ30センチはあります。こっちは葉っぱも綺麗に咲いてます。切り戻した株は今むちゃくちゃ綺麗です。こちらも綺麗に咲いてます。今日は11月1日、11月になってだいぶ差が出てきました。11月までの長い期間で考えると8月の下旬とか9月頭ぐらいに切り戻しておくのが長く楽しめる秘訣だと思います。切り戻した方は葉っぱも綺麗で秋の花もすごく綺麗です。今の季節は成長も緩やかなのでこのまま12月まで楽しめると思います。これだけで見ると普段使ってる赤玉中心の土の方がちょっと汚いです。ピートモスメインの土の方がまだ葉っぱもちょっと汚いけど赤玉の土よりは綺麗。夏前から秋深くまで長く楽しめる植物だと思います。一番は肥料がよく効いてて順調に大きく育ってました。真夏朝たっぷり水やりしても夕方に水枯れしてくるようなら葉を残して高さ半分ぐらいで一度カットしてもよかったかなと思います。そして夏の終わりにバッサリ切り戻しました。8月末に葉っぱをゼロにして追肥しても枯れなかったのは夏前より根っこが張ってたっていうことと元日の効き目が切れてたことが順調に復活できた理由じゃないかなと思います。次は2番です。夏前の切り戻しで葉っぱをゼロにしたので復活に時間がかかりました。8月下旬から9月上旬ぐらいに高さ半分ぐらいにカットして追肥するともっと秋の花を咲かせてくれたと思います。次3番です。夏前の切り戻しで
葉っぱゼロにして追肥して、その上長雨に打たれて枯れてしまいました。葉っぱがゼロになって光合成できずにバランスが崩れている上に、元肥の効き目がまだ残っていたのに追肥したことで、それが致命的だったのかなと思います。次、4番です。これは肥料の加減なのか、全体的に出足が遅くてコンパクトに育ったけど、だいたい秋までトータルで見るといい感じだったかなと思います。次、5番です。2番と同じく、夏前のカットで葉っぱをゼロにしてしまったので、次の復活開花までに時間がかかりました。この場合だと8月下旬に少し追肥してあげると、もうちょっと秋の花が綺麗に長くまで咲いてくれたかなと思います。最後、6番です。3と同じく、夏前のカットで葉っぱゼロにして追肥してしまったので、長雨に打たれて枯れてしまいました。12月です。もうこうやって枯れてきたら、これ種を取る場合は、これこの花ごと残しておいてもいいし、この先端に種がついているので、これを残します。こんな感じまで枯れてきたら種を残します。